こんにちは。この間キスマイフットの動画を出したんですけども、その後またリクエストがあって、横尾さん以外の人たちにも彼女がいるのか見てほしいということなので見ていきます。そしたらまず北山さんを見ていきたいと思います。恋人のカードが出たら彼女がいるという、風に見ていきます。北山さんは、彼女さんはいないみたいですね。恋人のカードは出ませんでした。なんか今は仕事を頑張りたいみたいです。戦車の正位置が出てます。いろいろ不安はあるし、ちょっと自信も失ってるけど、でも、何か目標がしっかりあって、で、頑張っていきたいみたいです。ちょっと運命の輪が逆を向いてるので、ちょっとやっぱり心配なこと、不安なこととか、うまくいかないこともいろいろあるみたいです。でも真ん中にドーンと戦車が出てるので、やってやるってこう前向きに思ってるみたいです。そしたら、千賀さんを見ていきます。千賀さんも彼女はいないみたいです。なんだろうな、でも彼女はいないけども、この上にこう人物カードが男の人女の人って出てるので、まあ、仲いい女の人はいるんじゃないですかね。付き合ってはいないけど仲のいい人、どっちも正位置で出ていますし、で、一緒にいると楽しいっていうカードも出ています。ただ、両脇はちょっとあんまり良くないですね。モラル、秩序がない。で、吊るされた男が出てるので。一緒にいてすごい楽しいけど、でも多分、こう、結婚とかそこまではいかない気がしますね。この鳳凰っていうカードは正位置で出たら結婚っていう意味があるんですけど、これが逆位置で出てるので、まあ楽しくって終わりみたいな感じかなと思います。そしたら次、宮田さんを見ていきます。宮田さんも彼女はいなさそうです。彼女もいないし、仲良くしてる女の人もいなさそうですね。仕事がうまくいってないみたいです。この間の動画でうまくいってないって言ったのかな。でも真ん中にあの復活のカードがあるので、復活してくると思います。大丈夫だと思います。そしたら今度、藤ヶ谷さんを見ていきます。藤ヶ谷さんは彼女さんとお別れしたばっかりかもしれません。彼女との関係が崩壊したって出てますね。崩壊したけど、でももう気分的には復活して立ち直ってるようです。で、今は仕事を頑張ってるようです。もう彼女さんのことは吹っ切れて、仕事は頑張ってると出ています。で、運命の輪の逆位置が出てるので、まあちょっとうまくいかないことも多いけど、
でも前を向いてやってるって出てますね。うん、そしたら次玉森さんを見てみます。玉森さんも彼女はいないようです。今仕事があんまりうまくいってなくて、多分それどころじゃないと思います。もう悪魔のカードも出ているし、死神のカードも出ています。今悪循環の中にいるから、とにかく全てを一旦終わらせた方がいい。で、新しく再スタートしなさいってカードは言ってます。力も発揮できていないし、あと多分心も不安定なんだと思います。でも才能はあるから、この才能を生かせば大丈夫だとカードは言っています。そしたら最後二階堂さんを見ていきます。二階堂さんにも彼女はいないみたいです。星の逆位置が出てるので、今、希望の星が見えない状態だと言っています。状況は悪いんですけども、でも少し前まで感じていた不安が解消していると出ているので、多分心の中は明るいんだと思います。今現在は状況は良くないけど、このまま頑張っていれば多分うまくいく、報われるんじゃないかって思ってると思います。で、愚者の正位置も出てるので、明るい気持ちでいるとカードは言ってて、であと節制のカードも正位置で出てるので、自制心を持ってあんまりわがままにならず、淡々と、ことを自分のやるべきことをやってるみたいです。で、運命の輪も正位置を向いてるので、これからだんだん運は上がっていくと思います。横尾さん以外はやっぱり彼女はいないみたいですね。彼女未満の人がいたりとか、あとまあ別れたばっかり、そういう人はいるんですけど、ちゃんとした彼女がいる人は横尾さんだけのようです。そしたら横尾さんもちょっと見てみます。横尾さん、今彼女とうまくいってないんですかね。女帝のカードが出て、あと残りのカードは全部逆位置で出ました。この間はうまくいってるって出たんですけどね。何があったんだろう。彼女さんと喧嘩をしたんですかって聞いてみます。喧嘩をしたわけではなさそうです。二人の関係はうまくいってるって出てるので、さっきのカードは彼女さん自身がうまくいってないってことなんですかね。二人は相思相愛だけど、彼女さん自身の問題がこれから何か二人に影響してくるのかな。どうなんだろう。二人で一緒に前に進んでいこうっていう意思はあるみたいなんですよね。
だから彼女さんの仕事がうまくいってないとか、隠者の逆が出てましたけど、彼女さんが悩んでるのかもしれないですね。ちょっと最後がもやもや残る感じになってしまいました。そしたら今回の動画はここまでです。じゃあまたねー。